無双剣武会の山本です今日もあの無双剣への、まあ、道と言いますかねそういうお話でえしたいと思いますよろしくお願いしますえまあ前回もあの勝敗を取りたたしないというお話をしたと思うんですけども ただ価値を思わない。難しい。ってことになると思うんです。ですから、そのことを分かってですね、ご自分の心を見てみるわけですよね。あもうそうだな、と。うん、例えば、模造刀を持ってですね、寸止めとはいえ、礼をして何をするか分からないお相手、自分もそうですから、約束がないわけですから、 近づいていく、近づいていかなくてもいいんですけども、そうすると、あの、動じてしまうことが多いと思うんですね。どうしよう、こうしようと。そうすると、心の剣が出なくなるんだってことをよく理解して、じゃあどうするんだと。打たれても苦しからずと。勝っても怒らないと。 いう心になった時いやもっと進んでですね打ってはいけない勝ってはいけない切ってはいけない切断しちゃってダメですね <laughs> なるべくしないようにという思いになった時なんですよなった時無双の国にもう本当に近いんですそうなってくると礼をして刹那に至っても 勝ち負けに心を動かさないで、お相手が打ってきたとしても、その剣も受けたり払ったり、えー、避けたりしない、んどうなったんだろうっていう時にですね、えー、自然に動き出したみたいな感じになるんですね。自然にっていうか、えー、なんて言ったらいいんでしょうね。 あの大見さんに考えてしまうと難しくなるんですねでか簡単に申し上げますと例えば歩いてたり自転車に乗ってたりしてですね自動車でもいいんですけど、えー、意識しそんなにしてない状態で危険を避けたという経験が終わりになると思うんですあれ 今自然に動いて避けたなとかちょっと避けたあのその場合何かこう大きく避けたってこともあるかもしれないですけど数センチ下げてあの当たらなかったとかそれなんですよねそのこととよく似てるかもしれないですただ確率を上げるっていうことですよね もう一度やってみるってのは難しいと思うんですよ、その段階では。稽古であの、何て言うんですかね。勝ち負けを置いて、相手も強烈に敵だと思わないで、なるべく勝たないようにしよう。負けも思わないと。未来予測しないで。 その心になった時動じない心のような感じに近いんですよねそうするとそういう,う自然の反応が出るのに近い起こると思いますだんだんえー、ですから模造刀とか木刀を持ってですね 稽古する場合にお相手がいて、刹那に至ってもお相手が打ってきたもん。避けよう払おう、受けようとかしない場合です。箸と剣と剣を組んだりね、しない。計りごとも思わない。こっちを打つと見せ,見せて、こっち側から行こうとか、 そういうことも思わなければ最初はなかなか難しいと思うんです。それを続けてって例えばすぐに出なくても100回やってみてそれで1回出ればそれが心の件ですから信仰の件ですからその今の心の呼吸を心のですね 身体の呼吸じゃなくて心の持ちようを覚えておいてそのことを掴もうとしていただければいいんじゃないかと思います掴むっていうかまたあんまり強く思っちゃうと逆に無双の剣が遠ざかってしまいますんで勝ち負けになっちゃうかなということでえ穏やかな心で 慈悲とか愛とか誠とか情けの心で剣を取っていただくといいと思うんですだからあんまりこう目もですね顔もえ戦いの心殺菌が出てしまうとその心じゃなくなっちゃいますんでその辺もお気をつけていただくとよろしいんじゃないかと思いますではまたお会いいたします